喜ぶのを作っていきたいと思います。なんと材料はスライスチーズとクッキングシート、クッキングペーパーか。今から作っていきます。まずチーズをクッキングシートチーズをポンッと焼いてます。スライスチーズをレンジで1分半温めていきます。そしたら600ワットの1分半バーイ。できました。開けてみたいと思います。お、完成がこちらです。チーズがカチカチです。食べてみたいと思います。いただきます。うん、居酒屋のおじさんたちがいろんな人たちが食べたくなる簡単おつまみです。ぜひ皆さん食べてみてくださいね。